中通順面どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日は11月18日、11月もね残りわずかとなりましたけれども、僕も、今こうやって毎日最近音声配信をコツコツ頑張ってますが、皆さん頑張ってますか？美容師の皆さんやられてる方いるかな。まあ、今回のテーマはちょっとその音声に関する話で、まあテーマは超有料級音声メディア歴9ヶ月隙間時間にできる超効率的な配信方法というテーマで、お伝えしようかなと思ってます。これは実際に僕が、音声3月に始めて9ヶ月間今経って、どのように、試行錯誤して配信してきたかっていうところをお話していきたいと思います。まあ今やっぱねテクノロジーの進化で、まあ、情報が溢れすぎた時代に、まあ、1日24時間をどのように充実した時間にするかっていうのはすごく大切になってきてますよね。で、まあその時にやっぱり時間の邪魔にならないこの耳からつながる音声コンテンツの需要っていうのは、まあ、今後ますます高まっていくんじゃないかなと思ってて、で、まあ今の要は YouTube みたいな一番になると思っていて、まあすでにねこのビジネス感度が特に高いセンスのいい人だったり企業さんは結構続々と今音声コンテンツに、まあ、力を入れ始めていることを考えると、まあ、間違いないかなと思ってて、でもちろんビジネス目線でもこの耳からマーケティングという形で美容室だったり僕たち美容師みたいな方たちも新たな集客モデルとかビジネスモデルに今後は主流になっていくんじゃないかなというのが僕の見立てです。まあ、そんなこんなんで、まあ、僕自身もまあね、さっき言ったように今年の3月から音声配信を始めたわけなんですけども、ちょうどその時期はあれですよね、コロナウイルスで、まあ、お客様がお店に来ない状況で僕も手の空く時間が多かったのと、まあ、皆さんが自宅にいる割合が増えたのも予測してちょっとこのきっかけに音声コンテンツを始めてみようと思ったのが最初です。で、まあね、もちろん最初は不定期な、まあ、慣れないんで不定期な更新だったんですけど、最近はすごく慣れてきて、まあ、毎日配信できるようにやっとなってきたって感じですよね。やっぱね継続すると習慣化してくる感じですね。で、まあ、今回だからそんな僕が9ヶ月間、まあ、8ヶ月間か試行錯誤してきた中で、まあ、1日僕もね10時間以上やっぱ本業があって仕事をしているんですけども、その隙間時間でじゃあどのように配信してるかで、まあ、時間が限られているからこそ生まれたこの超効率的な配信方法をお伝えしていきますので、まあ、今現在ね音声配信に力を入れていきたいけど、まあ、仕事が忙しくて、更新がまめにできないとか、まあ、せっかく配信してもなかなか聞いてもらえないしフォロワーさんも増えないからなんか更新するのやめちゃう方だったりにはおすすめかなと思ってて、で、まあ、隙間時間でより多くの人に見てもらえる配信の仕方をこのラジオでは、身につけてもらえるようになります。すでに音声を始めている人は、まあ、僕すごくとてもビジネス感度の高い人たちなんじゃないかなって僕はすごく、尊敬しているので、まあ、少しでも参考にしてもらえたらと思います。で結論から言うと、まず知ってもらうための認知活動というか自分を知ってもらうための活動として、あの大事なのはやっぱさまざまな場所で音声をマルチに配信していく、まあ、この視点を持つことはすごく大事だと、9ヶ月間やってきて僕は思いました。まあだから音声市場ね盛り上がってきている中で、まあ今ね結構さまざまなアプリありますよね。まあ、皆さんがどのアプリ使ってるか分かんないんですけども、ただその一箇所だけでやっぱ配信してるのって非常にもったいないなと思ってて、まあ、あの趣味で、ね、やってるんであれば全然 OK ですけども、まあ、今回僕もゆくゆくは何だろう、ビジネスを活用するためのこう知ってもらうためのビジネス目線で音声をこうやって活用しているので、まあ、ビジネス目的で、まあ、あなたがもし運用しているのであれば、まずはさまざまな場所に広く浅く配信していくことが大事で、その中でやっぱ一番反応のいい場所だけに後々はこうどんどん絞り込んでフォーカスすればよくて、まずその前の段階としてまずは幅広い場所にコンテンツを出していき、まずは自分っていう存在を知ってもらうためにやっていくってことがすごく大事なのかなって、僕はその感じで僕はやってるので、じゃあその効率的な配信の具体的な方法としてまず僕がやってるのは、最近これ毎日ルーティンになってるんですけども、僕がまあ現在アプリ使ってるのはヒマラヤさん、まあ、皆さんご存知かな、音声をちょっとやってる人だったら詳しいと思うんですけども、ヒマラヤ、あとはラジオトーク、
あとはポッドキャストで、ポッドキャストに関してはあのアンカーというスマホのアプリがあるので、そこに配信すると、まあ、ポッドキャストはもちろん Spotify とかいろんな場所に勝手に同時配信してくれるので、このアンカーはすごい必須かなと思ってます。あとは、スタンド FM で、ノートにも音声コンテンツを、まあこれスマホからは配信できないんですけども、 PC の方から配信できるので、音声ノートでも音声としてコンテンツを配信してます。あとはその撮った音声を YouTube でラジオ配信してるって感じです。だから今言ったように、まあ、何個だこれ、 1,2,3,4,5,6,7 箇所ぐらいに一つの音撮った音声をばらまいてる感じですよね。うん、じゃあまあそれ聞くとね、なんでこんないろんな場所で配信しても意味ないんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、まあ音声ね、最近やっぱやってきて僕が肌感覚で感じるのは、やっぱりアプリごとに活用してる人がちょっとね微妙に違うんですよ。でそれに気づいたので、じゃあどこで自分の配信が受けるかっていうのは、結構ね多くの場所でこうやって配信してみないと結構わからないなっていうのが今僕の現在の感想です。でめちゃくちゃフル活用しているのが、これでねわかると思うんですけども、でまず僕の実体験としてやってるのは、まずスマホのボイスメモを使って音声を録音する、まあ、これは必須ですよね。で撮り終わったら、まあ大体 iCloud に保存しておくと、その音源をマルチ配信するというやり方をやってて、で PC から PC ない人ちょっときついけど、 PC から PC 持ってる人はまずは PC からその iCloud のファイルをヒマラヤとアンカーポッド、まあそのアンカーかポッドキャストのやつと、あとノートに3つに配信します。でスマホからはスタンド FM に配信します。スタンド FM も最近ねやっと音声ファイルをアップロードできるようになったので、スマホからその iCloud 経由で配信で、一番ネックなのはあのラジオトークは音声ファイルのアップロードがまだできないんですよね。これがね早くできてもらえると最強なんですけど、なのであの一回撮って音声を撮ったら、あのラジオトーク用にもう一本音声撮ってます。だから1回の配信ではなくて結局2回撮ってるんですけども、まあ、そこだけがちょっとねネックで手間になってるんですけども、だからここも音声ファイルがアップロードできれば最強だなと思ってて、でまあその2回配信してます。であとはその音声を使って、YouTube に編集して、あとはアップロード、まあそれその手順ですね大体やってるのは。うん、PC でだからヒマラヤとアンカーとノートに、アップロード、もうアップロードなんかすぐできるんで、でスマホからはスタンド FM に配信で、あとはラジオトーク用にはもう一回同じような内容でラジオ録音してますけども、で、まあ、その音声使って、あと YouTube 用にアップロードで、次やってるのはあとはラジオ用のやっぱサムネイルと YouTube 用のサムネイルの2種類を、一応作成してそれを貼り付けてます。でこのサムネイルのデザインはあの一度作ってテンプレート化しちゃえば、あとは文字変えるだけで使い回しができるんですよ最初のうちは、うん、なのでその統一感も大事なので最初はそうやって使い回してます。ただもうそれでやってきた僕の感想としては、やっぱりこうテーマごとにサムネイルをちょっとどんどん新しくしていくのもやっぱありなのかなと思ってて、毎回同じね、なんだろう、背景で文字感で自分の顔が映っていただとなんかちょっと退屈になっちゃうし見られづらいのかなと思うので、ちょっとこうなんだろうな、あの区切り区切りでやっぱ変えていくっていうのはすごく大事かなっていうのが今僕の感想ですね、とか課題か、うん、ですね。まあこんな感じで本当に、あとはねあれか、最後にだからその撮った音声をまた別の SNS で紹介するために、Pinterest、あとは Twitter と、あとはインスタストーリーでそのラジオ更新しましたよっていうお知らせを、配信してます。でこんな感じで本当に全てのプラットフォームをフル活用して一つの音源を多元的に展開するというか、まあ、まさにこれは SNS の DX デジタルトランスフォーメーションですよね、まあ、そんな感じでやれば隙間時間でも全然できるってことです。で最初は大変だったんですけども、まあ、慣れれば録音してから本当に今言った手順は30分ぐらいでできちゃうんですよ。だから仕事の合間でもこうやってね撮影できるし、まあなんならサロンワーク、僕の場合だったらねサロンワーク始まる前に全然録音して、まあ予約もできるのでそんな感じでやってます、うん、であとはやっぱそれぞれのアプリごとにこの見られる時間帯が結構ね異なるんですよね。だからそこはいろんな時間でアップして、まあ、試行錯誤を繰り返して、まあ、より精度を今高めているような最中です。
で一つの配信だけで、まあ、時間がやっぱね空いてしまうとなかなか、まあ、そういったね分析もできないので、まあ、そういった分析もするっていう狙いもあってこうやってさまざまな場所に露出をするという作戦を立てて今僕は精度を上げていくような感じをとってます。参考になったかなこれ。結構ね、まあ、慣れれば簡単なんですけどね、最初はちょっと難しいですけども、でもこう、まあ、一つの場所であの一個の場所で配信するよりはこうやって多角化的に配信した方がどこで自分の音声コンテンツが需要があるのかっていうのも分かりすぐ分かりやすいと思うんですよね。でやっぱり初速というか最初のうちはやっぱ毎日配信しないとその分析もできないので、まあ、その初速を早める意味でも、こういった効率的な方法もありますっていうのをちょっとシェアさせていただきました。はい、というわけで今回は超有料級音声メディア歴9ヶ月の美容師が教える隙間時間にできる超効率的な配信方法というテーマで解説させていただきました。まあ、あの今後音声メディアをこうビジネスに活用するといったこう流れはね確実に訪れると、僕は予測を立ててて、まあ、そのためにまず知ってもらうためにさまざまなやっぱ場所に効率的に配信する方法をあの解説しましたが、まあ、現代のビジネスパーソンさんはやっぱみんな忙しいですよね。まあ、だからそんな中でこの隙間時間に確実に継続して配信する方法で、まあ、僕が行っている、まあ、実体験をもとにちょっとシェアさせていただいたので、まあ、配信する際の参考になればと思います。はい、というわけで、最後まで本日もご視聴いただきありがとうございました。皆さん、ラジオ頑張りましょう。配信、美容師の皆さんもぜひラジオ配信取り組んでみてください。何か分かんないことあれば現在質問気軽に、コメントいただければ僕も気づいたらすぐ返信させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。かけるでした。いちいちあゆば。